高齢者の営業マンが大活躍する世の中。営業のヒントを分かりやすく解説する営業の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。先日月刊スパのネット記事で古田島大輔さんという方のコラムを読む機会がありました。それによると77歳ながら年1億2000万円を売り上げ、営業未経験でもトップ成績を収めているというですね、営業マンがいらっしゃるというコラムだったんです。そこで今日は77歳のトップ営業マンについて分かりやすく解説します。ビジネスの世界では年齢を重ねることがネガティブな要素だと見られることが多くあります。しかし77歳の営業マン高田さんはその偏見を覆し、年間なんと1億2000万円の売り上げを達成するトップセールスマンとして活躍しています。にわかに信じられませんが、今の時代年齢を超越している人材が数多くいるということも確かです。高田さんの成功の裏には、営業未経験者でありながら高齢者ならではの強みを最大限に生かした独自のアプローチがありました。もし独自のアプローチを再現できれば、多くの高齢者が若い人材並みの営業成績を残せるかもしれません。残念ながら高田さんが何を販売しているのかといえば、樹木葬というね、そういうものなんです。まあ残念ながらという言い方はおかしいんですが、例えば保険だったり住宅だったり自動車、こういったまあ一般的なものではなく、ものすごくマイナーな樹木葬というね、これを販売しているわけです。高田さんの営業スタイルはお客様第一が基本です。当たり前の話なんですが、お客様の要望を聞き、ニーズを理解し、その上で最適な提案をする姿勢を常に心がけているそうです。お客様に信頼してもらえる存在になることが最も重要だと高田さんは言いますが、これを具現化して実現するのは至難です。特に高齢者ならではの落ち着きと寛容さが大きな役割を果たしているとのことなんです。確かに言われてみればそうかもしれません。お客様の話をじっくりと聞き、信頼関係を構築することが大切ですと高田さんは語ります。お墓を購入するには必ず理由があり、その理由を理解するためにお話を伺いますと、このように顧客の話に耳を傾けることで信頼関係が深まり、自然と受注につながるというわけなんです。そして二つ目のコツです。売りたいという執着心を持たないことが成功の鍵だと強調されています。樹木葬は、墓石、いわゆる墓石に比べて価格が安く、そのために売りたいという気持ちが強すぎるとお客様から嫌がれることがあるそうなんです。物を売る感覚ではなく、人生の先輩として雑談を交えながら特徴、そしてメリットを伝えることが重要ですと高田さんは説明しました。最後は営業の基本からは外れますが、フォロー営業をほとんど行わない、これ高田さんおっしゃってるわけなんです。アポイントでお会いした顧客には他の霊園も見学して十分に検討した上で、もし当園の樹木葬に興味を持たれたらご連絡くださいと伝えるのみで、その後の連絡は一切しないということなんです。それでも約3ヶ月から6ヶ月後にお客様から連絡が来て正式に契約に至るケースが多いということなんです。ちょっとですね、驚くような話なんですけども、高田さんはフォロー営業はほとんどしないということです。高田さんの成約率は驚異的な約7割を誇っています。高齢者の営業マンが活躍する背景には、いくつかのデータが示す社会的な要因が考えられます。それを紹介しましょう。まず一つ目、高齢者の労働市場の拡大。
日本では少子化と高齢化が進行していて、労働力不足が深刻な問題となっています。そのため、高齢者の再就職、そして継続雇用が進んでいます。総務省のデータによれば、2023年の65歳以上の就業率、これはなんと 25% に達しています。4人に1人ということなんです。二つ目、高齢者の信頼性と安心感。高齢者は人生経験が豊富であり、その経験から来る落ち着きとか信頼感は営業活動において大きな強みとなり得ます。特に就活、これに関連する商品やサービスを扱う場合、高齢者が営業マンであることは顧客にとって大きな大きな安心感をもたらすでしょう。高田さんの成功は営業未経験であっても、高齢者ならではの強みを生かすことでトップセールスマンとして活躍できるということを、まあ、証明しているわけなんです。彼の経験から学べることは多く、営業マンとしての成長に役立つヒントが満載です。高齢者の活躍がますます期待される中で、高田さんのような営業スタイルが広がることは素晴らしいことだと思います。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄をご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって私、長谷川が様々な視点から経営に役立つヒントを収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。